はい、どうも、ポケルチャンネルのトモエです。さて、今日はこちらの最新弾、レイジングサフーワンボックス開封していきたいと思います。昨日の動画ではね、激凛金町店様との、コラボ動画で、カートン開封でどういったものが出るのかっていうのを店頭販売用で、動画アップしましたが、今回のは、自分用のプライベートのボックスということで、なんとか一ボックス確保できたので、それじゃあ早速開けていきたいと思います。はい、それじゃあ一パックずつ見ていきましょう。狙いはやっぱりガブリアスの SAR ですね。ガブリアスはやっぱりダイパ世代なので思い入れのあるポケモンなので、ぜひとも当てたいです。あとはやっぱ対戦用としてはデッキ組むためにサーフ号 EX は当てたいですね。あとはジラーチも対戦用でノーマルなんですけど当てたい。お、1枚目アートレアが当たりました。メテノですね。これはね、ドッセングースカだったり当選棒のカビゴンをワンパンできる手段として今後ロストに採用が増えてくるだろう1枚なので、なんとかまず AR で当てられたので嬉しいです。1枚目のアートレア、1発目はメテノでした。こっちがでクスネ、敵わらし、ひとつき、お、やば、やば、マジ、ガブリアス EX SAR、やっちまいましたね、これは。これはやばい、SAR、マジか、かっこよすぎる。これは、いきなり出たなぁ。これは嬉しいです。しゃ、神引きですね、これは。もう正真正銘神引き。初めてこういう SAR のトッププレア引けたかもしれないです。駅名の5、やばいなぁこれ。結構やっぱね、 SAR ってなかなか封入率もそんなに高くないし、その中でもさらにメインビジュアルのポケモンを当てるって難しいので、これはやばいっすね。カプコケコ EX ダブルレア、もう何でもいいよ。もう何でもいい。もう見どころ終わった説すらあるですよ。まだ皆さんちゃんと見ててくださいね。よいしょ、パルキア、これはやばい。人って本当に驚くと言葉を失うんですよ。カマル、ゴース、パラソル姉さん、あ、雪わらし、アートレア。これ可愛いっすよね、マジで。いいな。好きっすね、これ。ちょっとまだ、夏は残ってる感じ、残暑だけど、冬っぽいイラストで見てて、涼しい気持ちになりますな。ベンチュラ、コレクレイ、ひとつき、チリ、ルッタン。今回のね、レイジングサーフはシールド専用のパックっちゅうことで、なかなかテキストは抑えめなのが多いですね。あ、アートレア3枚目、タマンタ当たりました。これな、イラストマジで可愛いよな。アートレア本当にいいっすね、好きっすわ。プラスル、クレクレ、仲間を呼ぶ強い方、ズルックゲンガーメテノ。どうしよう、アートレアが3枚当たってダブルレアが残り2枚当たるのかな。いきましょう。不思議な目、フライオン。狙いは残りのダブルレアだとやっぱりサーフ号ですね。でサーフ号 EX 引ければもう言うことなし。でフォウロ、ジラーチ、デンチュラ、ベルタル、ワザマシン、エナジーターボ。エナジーターボはまあまあ使うことありそうですね。ガバイト、ズルック、ニダンギル、ガケガニ、シキミ。ガケガニね、なんか面白そうなデッキ作れそうっすよね。毒とかに組み合わせて。タイガー、パラソルお姉さん、ひとつき、落とし取り X。そうだ、これも必要なカードでしたね。ファーストキャリーがね、将来的にビップパスの代わりとかで使えるんじゃないかなと思っております。プラスル、ラプラス、テシード、ザシアン、ナットレイ。よいしょ。続いて、チョンチ、アオキ、カラミンゴ、フォクスライ、チリ。よいしょ。カラミンゴ、タマンタ、アオキ、ヘイラッシャ、アブソル。いやー、
未だにガブリアスの興奮が抑えられませんが、具足無者闇討ち、この闇討ちやね、ウッとかと相性いいんで、ロストデッキで今後使っていきたいと思ってます。カマルゴースト、オクタン、メテのナットレイ、ソンチ、ゴース、キワラシ、不思議な目、ゲンガー、お、ラスト1パックにダブルレア、もう1枚残ってそうです。ラスト1パック見ていきましょう。狙いはサーフゴー EX、 コレクレ、クスネ、さあこの次です。せーの、はい。ということでサクッとワンボックス見ていきましたが、なんといってもこちらガブリアス EXSAR、 これかっこよすぎんな、マジで。初めてね SAR のテラスタル当てられたので本当に幸せです、私は。ということで今日は最新弾レイジングサフサクッと開封していきました。この動画見てね、神引きだなと思った人はぜひチャンネル登録高評価お願いします。高評価すればあなたもいいカードが当たるかもしれません。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。